ああ、京介くんか。今日は特に頑固で、そろそろ放っておこうかと思ってたところ。もう一回起こしてくるから、ちょっと待ってて。ちょっと、ふくふく。床についたら3秒で眠れそう。なんだかスイッチを搭載してるみたいだよね、それって。体調が悪いわけじゃないのよね。うん。じゃあほら、シャキッとしなさいな。やっと帰ってきたんだ。すごかったよ。いやー、見せてあげたかったな、撮りたかったな、通りちゃんと二人して。先生とのやりとりも緊迫だったしね。ううん、ただ普通に受け答えしてた。先生は罰のつもりで京介くんに当てたのにね。なのに正当されちゃったもんだから、やり場のない怒りをかみしめていた感じだったよ。けどそんな眠かったの？通りちゃんも同じだったし、そういう日なのかな。キツレ。はあ、お腹すいた。やっぱ人間もしゃもしゃ食べないと。ですね。ずいぶん眠そうだったから、居眠りしたまま放置プレイされてるんじゃない？放置プレイ？麻生さんなら
3時間目の途中に先生に呼ばれてそのままだけど。起立！ねえねえ、さっきの数式だけどさ。何納豆でも食べたみたいな顔してるの？まずそう。聞きたいと思ったんだけど。また寝てたの？ふーん。ね、今日は図書委員に行くの？そっか。じゃあバイバイ。京介くんか。休み。初めてよ。今まで熱が出たって雪が降ったって犯人や事件を追っていたから。そう、ありがとう。じゃあとにかく中に入って。今日はね、特別だから。うん、京介くんにも伝えておいた方がいいかな。ちょっと来てくれる？
夫がね、逮捕されたの。そう、マージっていう薬、京介くんは知ってるかな。うん、本当は今朝通りにも伝えようと思ったんだけどね。けどせっかく京介くんたちが迎えに来てくれたんだし、帰ってからでいいかなと思ったんだけど、やっぱり途中で心配になっちゃって。キーウに終わるかもしれないけど、もし週刊誌の記者が押しかけたりしたら嫌だと思って。世間からすればちょっと面白いような事件だろうから。それはね、裁判があるし不起訴ってことになるかもしれないから。でもね、逮捕されたっていうだけで社会的には致命的だから。医者である夫も警察官である私も辞めるしかないでしょうね。まあ、退職金が出るだけマシってところかな。でもね、本当のところ、やめてすっきりするかなとも思ってるの。あるいはね、亮が自殺して私は自分を見失っていた感じだったから。確かに仕事は大事だったけど、それは息子よりも大事なものって。ごめんね、変な話しちゃって。けどね、知ってほしかったのは、もしかしたら通りも同じなのかもしれないから。私は通りにとっても立派な母親とは言えなかったかもしれないから。だから、京介くん、通りの様子、見てやってくれないかな。やっぱりショックだったのかな。気が塞いでいるみたいなの。私よりは、京介くんの方が適任でしょうから。ところで、さっきからおばさんってダメだって言ってるでしょ。
ごめん、ちょっと呼び出されたから外出るわね。通りのことよろしく頼むわね。だってあの子ったら昔から君のことが好きなんだから。お見舞いしてくれたのに。ショックはあったけど、でも お母さん、警察を辞めることになるかもしれないって。だから私不安になっちゃって。